像みたいなのがでっか。サントピアをね、越えたあたりにある弓道スポットを通っていこうかなと思います。水害というかね、なんか大雨の時には通れなかったんですけどね、弓道がこれも下に道があるんですよ。通学路って書いてます。さっきね、神社があったんですけどね、あそこは完全に通れないみたいですけど、おー、なんか大きい観音像みたいなのが、これ行ってみます。あ、猫があんなとこに。危ないよ、行っちゃうよ。猫、不気味な。弓道なんですよね。だから反対側が合計駅とかあるんですよね。高橋川を挟んでいう道なんですけどね、ずっとね気になってたスポットではあるんですけど、今日はちょっと通ってみようかなと思います。もうね、最初の神社がびっくりしました。
周囲どう行くんだろう。こっちかな。どこに向かってるのかも分からなくなってきました。おそらくね、まあ、昔ね高橋とか新見に行く際に使われていた旧道かなと思います。こっちにも神社が。なんか仏様とか神社鳥居がね結構並んでるんですよね。
ですね、宮城駅の近くまで、出てきます。というわけでありがとうございました。でもね、仏さんとか神社が続いてますね、あの旧道にはね。相当長い歴史があったのかなと思います。というわけでね、興味ある方はぜひ行ってみてください。ありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。